こんにちは、デイット開発の K です。今回の動画は先日 WPL ジャパンで出展という形で参加させていただいてきましたアウトドアイベントの Go Out Camp 冬2022の様子をお伝えする動画になります。まず今回参加させていただいたイベントについてですね、今回のイベントは Go Out Camp っていうイベント、そのイベント自体がかなり前から継続して開催されているアウトドア界隈では多分結構有名なイベントなんですけど、WPL ジャパンで参加させていただくのは初めてでしたという形になります。で、ただの Go Out Camp イベントじゃなくて、今回はですね Go Out Camp 冬だったんですよ。開催日としては12月の10、11日で、場所は富士山のふもとにあるふもとっぱらっていうすごい大きな、これもまた有名なキャンプ場だと思うんですけど、そのキャンプ場で開催されたイベントだったんですね。で、これが冬のゴーアウトキャンプ冬っていうぐらいなんで、冬の富士山のふもとでもう本当にかなり寒くてですね、それでも参加者の方はかなりいて、もう極寒のふもとっぱらで、他の、出展者の皆さんで、あとは一般参加者の皆さん含めてかなり賑わっていたというか、冬の山とは思えない結構活気がある感じで、すごい楽しい雰囲気でした。で、今回もですね、一応動画は撮れる時に撮ってきたっていう感じで、やっぱりメインはイベントへの出展ということで、そのリアルイベントとして参加してくるっていうところがメインでしたので、今実際動画編集ですね、していて、その編集してみるとあんまりですね、いいの撮れてないなみたいな、ちょっとそんな感じなんですけど、一応こんな、せっかく行ってきたんで、一応こんなイベントに参加してきてこんな様子でしたよっていうのを少しでもですねお伝えできたらなと思います。今回イベント自体は12月の10、11だったんですけど、我々はですねいつものおじさん3人で、前日入りして行ってきましたので、テント泊だったんですよ。テント泊で2泊3日ですね。イベントが2日間で参りをしていたので、実際のスケジュールとしては2泊3日で全部テント泊ですね。テント泊で行ってきたと。で、これがですね、マーケの K さんは、前もちょっとお伝えしたことあるかもしれないんですけど、バリバリのキャンパーっていうレベルじゃないですよね。登山の方ですね。登山経験者。で、しかも、雪山の経験も全然あるベテランなんで、まあいいじゃないですか。その冬のキャンプ場でテント泊するぐらい、もう雪山の経験者なんで、まあ全然それは、マーケの計算は大丈夫なんですけど、ウッド社長と僕はですね、テント泊ってなるともう、ド素人だったので、もうそれで、しかも冬のキャンプっていうので、もう行く前はかなり心配だったんですよね。でもいざ行ってみたら全然、楽しかったんですけどね。まあ、寒いは寒かったですよ。寒かったですけど、かなり、その、イベントももちろんなんですけど、その、冬の寒い極寒の中でのテント泊っていうのも、全然楽しめたかなっていう感じでした。ただ、さっきもお伝えした通りですね、帰ってきて動画を見てみたら、初日はやっぱり余裕がなかったのか、で、マーケの K さんもテント泊ど素人の、おじさん二人の、面倒を見るので忙しかったのか、動画を全然撮ってなかったんですよ。特に初日、行った日ですね。なので、ちょっと本当に今回は、今回っていうか、今回もって感じかもしれないんですけど、そんなに上手には撮れてないんですけど、そのあたりは、優しい目で見ていただければと思います。というわけで、1日目は、もう夜がとにかく寒かったけど、ストーブと北海道と、真冬用のシュラフですね。それがあればどうにかなりましたということで、動画もないので飛ばしていきなり初日の朝ですね。初日というか2日目なんですけど、3日間のうち2日目、イベントとしては初日ですね。こんな感じで朝一、もう見てください、この地面凍ってるんですけど、すごいすごい寒かったですね。ただマーケの K さんと一緒にですね、この朝一、あの富士山がですね、めちゃくちゃ綺麗ですね、やっぱり。ふもとっぱらって、富士山がすごくよく見える
キャンプ場で有名なんですけど、この日は天候にも恵まれて、もう朝富士山がよく雲で隠れてるんですけど、この日はもう全部見えてすごい気持ちよくて、清々しい朝っていう感じ。まあすごい寒かったですけどね。で、朝一からですね、このいい景色だったんで、マーケの K さんと一緒にちょっと場内をですねパトロールして回ってたんですけど、こんな感じでもうすでにちょこちょこ映ったりとか、あとインスタとかにも上がってたと思うんですけど、今回マーケの K さんがですね新しいアイテムを導入してまして、トレーラーですね。これ今 C44 でトレーラーを引っ張って、でそのトレーラーの上に C34 を乗っけて走ってますけど、でその後ろに僕もこの日シェイクダウンの新しいマシンだったんですけど、今後ちょっとライトアップのライトパーツですね、ライトパーツをこう続々と出していく予定なんですけど、それをのテスト用だったり、あとは商品撮影というか、こういうこのライトをこんな風につけるとこうなりますよみたいな、その見本用の車体としてちょっと作ったやつなんですけど、これですね、この C34、 この2台というか3台というか、走行は2台で、でトレーラーの上に乗せてるのを入れると3台でちょっと朝パトロールをしてきました。こんな感じでトレーラー引っ張るの結構難しいと思うんですけど、ぬかるみみたいなこういうとこにはまってうまく抜けれないと、もうすぐかな、この凹凸で簡単に落ちちゃったりするんですよね。で、こんな感じでちょっとパトロールを終えて、この時ウッド社長はなんか富士山の横っちょから上がる朝日を撮影するのに夢中になっていて、でちょっと別行動っていう感じだったんですけど、テントの方に戻ってですね、で初めてトレーラーをウッド社長が見て、ちょっと驚いてるのがこちらですねあ、そうか、どういう気持ちのやつどういう気持ち作ったのこんな生き生きしかない生き生きしかないですよまたあれだな、ラジコンがまた楽しくなっちゃうな、これ結構面白いですよ、引っ張るローじゃないと厳しいですよね。うわ、かっこいい。車体の下に霜ついちゃった。あ、かっこいい、はい、はい、というわけで朝一のパトロールを無事終えてですね、時間が来たので、まあこれが今回の一番本来の目的なんですけど、イベントが開始されましたと。でちょっとここで反省ポイントがあるんですけど、作ったブースの全体像だったり、あとブースの横に作ったアスレチックコースの全体像だったりっていうのを全然撮れてなかったんですね。なので全然その様子がお見せできないっていうところがあるんですけど、今この画面下にちょっと映ってるのがブース横に設営した今回のアスレチックコースですね。で走ってる様子は撮ってきたので、全体像、アスレチックコースの全体を映した絵がですねちょっとなかったんですけど、走ったところは撮ってきたので、ちょっと今からその様子ですね流します。
で、こんな感じで毎回ですね、何度か走らせてテストをして、で、皆さん遊びに来ていただいた時に、なんていうんですか、その行けるわけないじゃんみたいなところがないように、かつほどほどの難易度で楽しめるようにっていう風に作ってるんですけれども、この何度か走らせてるうちにですね、ちょっと可愛い男の子が来て、その滑舌っていうか声質っていうか、めちゃくちゃいいなこの子っていう子が来たんですよ。あの突然何言ってるか分かんないと思うんですけど、ちょっと聞いていただきたいんですけど、あの僕も YouTube とかこういう動画で結構喋る機会が、あの今の仕事柄増えたんで、なんかその視点から見たらですね、この子の声めっちゃいいなっていう子がたまたま通りがかったんで、ちょっと見ていただいていいですか。どうなるの？おすごい、おー頑張れ青はすごいぞ。どうですかこの滑舌これカメラで動いてる、ね、おーわーわーわー、いけいけすごいすごい、いけいけいけ、頑張れ頑張れ、いいですね、すげー僕やウッド社長もこれからこの子みたいにラジコンしてる時ですね、これぐらいの元気でこれぐらいの滑舌ではしゃぎながら遊びたいなと思います。いけ、あとこういうイベントの時にちょこちょこあるんですけど、あのワンちゃんですね、ワンちゃんを連れて来られる方がいて、僕もウッド社長もマーケのケイさんもみんなワンちゃん大好きなんですけど、このこれですねラジコンでたまに犬と絡んで遊んでます。かわいいですよ、すぐ慣れますけどね、最初は結構おっかなびっくりでワンワンって吠える子もいたりして、かわいいんですよこの子はもう慣れちゃった、この子まだあれかな、興味をちょっと持ってますけどかわいいですね。はい、こんな感じでイベントの1日目ですね、無事終わりまして、で、この後もちょっと後から見たら映像が全然なくて、まあ、無事みんな寝て起きました。起きて、で次の日の朝ですね、イベント2日目の朝ですね、こんな感じでおじさん3人でテントで寝ましたので、汚いですねで、2日目はもう昼までだったんですよ、イベントが。なので朝起きて、まあ、9時10時ぐらいからイベントが始まって、もうすぐに、イベント終わって撤収っていう形でしたので、まああの2日目自体は1日目とイベントですね、イベントは同じような感じだったというところにはなるんですけれども、まあとりあえず朝起きてウッド社長が寝ぼけてて、僕は椅子に座ってぼーっとしてて、ちょっと歯磨きしていきます。いやでもよく寝れましたねマジで、爆睡でしたでマーケの計算は爆睡できたみたいですね。はい、というわけで今回もですね、ちょっとやっぱりイベント重視でやってきましたので、映像自体ちょっとあんまりうまく撮れてなくてうまく内容が伝わってるかわかんないんですけど、まあ少しでも、あ、こんなイベントに行ってきたんだねっていうの見ていただければなと思って動画にさせていただきました。まあ、ちょっと今度からはせっかく今回のようなですね、テント泊するような結構本格的にキャンプもしてきましたっていうような時は、そのキャンプの様子もですね、できるだけ動画にしてお伝えできればなっていう、ちょっと反省したっていう感じだったんですけど、次回からもうちょっと詳しくお伝えできると楽しいかなと思ってますので、また良ければですね見ていただければと思います。あとイベント自体も今回ですね、また非常に多くの方に、ブースの方に来ていただいて、この WPL っていう楽しいラジコンをですね、いろんな人に知っていただいて、結構多くの方にもご購入いただいて、またこの WPL の輪ですね、輪が広まったんじゃないかなと思います。では今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。